そんなの決まってるじゃない。1位以外ありえないわ。そのために練習をしてるし、協力もしてるの。1位以外ありえないの。じゃないと私は。なんでもない。何も答えないわよ。何を言ってるの？私は一人が好きで、誰とも慣れ合わない女よ。あれはおじい様が、ええ、また。と一緒にいることです。特にありませんね。兄さんが喜ぶんでしたらそれでいいですよ。気にしてお友達を作るですね。お友達を作る以上の目的なんてありません。ところで先輩、あのアットハテナアットみたいなのってどうやるんですか？なるほど、ありがとうございます。これです、これ、ありがとうございます。
私は休憩室にいます。休憩室の青りんごジュース美味しいです。ジュースを飲みながらメールを打つってリア充みたいで最高ですね。あ、先輩、どうしたんですか？そうだったんですか。すみません。私のような底辺が調子に乗りすぎました。お弁当を交換庫できたりと、最近すこぶる調子が良かったものですから、ひょっとして自分がリア充じゃないかと錯覚したみたいです。私ってば、なんてこと。腹を切ってお詫びを。あ、本当ですか？何と言われてもほのぼのした感じの笑顔をイメージしたのですが、そうだったんですか。このような集体を晒してしまうとは、なんたる不覚。ご心配なく、先輩以外怒る相手なんていませんので。ええ、いきなりメールを送りつけるのは難易度が高すぎますので。それは分かっていますが、いかんせん緊張して。リアちゃんとは仲良くなりたいです。正直よくわかりません。最初は嫌な人のイメージでしたが、接してみるとそこまで嫌味もないですし、でも何でしょう、壁は感じます。あ、仲良くなりたくないとかじゃないですよ。私はそんなことを選べる立場にありませんから。逆に足を引っ張って、ちっ、こいつ使えねえなボケとか思われませんかね。ですが今日の練習でも何でもない場所でふらついてぶつかったり、指示を間違えたりしました。やっぱりですか。皆さんに迷惑をかけないためにも、とりあえずジョギングから始めてみます。そう言われるとなんだか希望が見えてきたような気がします。先輩って口
チだけは上手ですよね。いや、それほどでも。では早速自分の部屋まで走って帰りますね。それでは。今日は大安売りの日なんですよ。増えてしまいましたね。この程度なら自分で持ちますから。兄さんこそ両腕いっぱいに抱えてるじゃないですか。私は妹ですし女の子ですけど、このくらいは自分で持てます。ですよ、オクタビアス先輩が言ってたお店って。今日は荷物も多いですし、今度機会があったら来てみましょうね。いいんですか？無駄遣いはするなっていつも言ってるじゃないですか。でも私たち荷物がいっぱいですよ。私に甘々ですね、兄さんは。いらっしゃいませ。何名様ですか？ただいまカップル様限定の特別サービスとして割引キャンペーンを行っていますが、ご利用になられますか？カップルです。ラブラブです。それでお願いします。言ってるんですか。カップルなら割引なんですよ。ここは緊張しないと。節約ですよ。節約。お待たせしました。カップル様専用特大パフェです。すごい大きさですね、兄さん。え？兄さん？あ、私の彼氏、妹萌え属性持ちのロリコンなので、私にそう呼ばせているんですよ。そうだったんですか。ほんと、困っちゃいますよね。しょうがない兄さんですね。まあ、そんな兄さんが大好きなんですけど。
あ、それではごゆっくり。ちら。まあいいじゃないですか。おかげでこんな大きなパフェが来たんですし。専用ですから、お互いに食べさせっこするに決まってるじゃないですか。ダメですよ。ほら、メニューの端っこにカップル以外の方のご利用は禁止させていただきますって書いてあります。というわけですから、パフェを食べましょう。はい、あーん。寸前でいきなりスプーンを引っ込めないでください。歯がガチってなったじゃないですか。カップル専用パフェを代わりばんこに突っつくカップルがどこの世界にいるんですか。じほら、店員さんが怪しんでますよ。あうわぁ、おいしい。兄さんに食べさせてもらったおかげで特別においしいです。なんだか兄さんの味がしますよ。この辺の生クリームがまるで兄さんのせい。ちびたいです。こめかみにキーンってきましたよ。まだキーンってしてますよ。ねえ、あそこのカップルすごくない？ああ、特に男の方がド S っていうか、パフェであんな激しいプレイをするとはな。しかも兄さんって呼ばせてるロリコンなんでしょ。女の子の方も大変だよね。彼氏がああいう極めつけの変態だと。私たち噂になってるみたいですよ。これはもう少しカップルらしく振る舞わないとダメですね。ダメです。というわけで、はい、あーん。当然です。今はカップルなんですから。はい、あーん。お味はいかがですか。では分かるまで何度でも食べさせてあげますね。私のお部屋、寄っていかないんですか？
物が重くて運べなかったから兄さんに手伝ってもらったとかじゃダメですかね。私の脳のリソースはほとんど兄さんに割いてますからね。兄さんは私を残念な子だと思います？じゃあ問題ありません。他の人たちにどう思われようと私は構いませんし。人の目なんて気にしていたら実の兄にアプローチなんてできないじゃないですか。本当にダメですかね。私一人でいるのはあんまり得意じゃないというか。何言ってるんでしょうね。もういい年して恥ずかしい。あのポンポコペンがどうこうってやつですか？だって昔から私が転んで泣いたりした時はいつもそのおまじないをしてくれましたから。いいえ、ポンポコペンのままでいいですよ。兄さんとの思い出が詰まってますから。ですからポンポコペン以上のおまじないなんてありません。もうこれで寂しくなくなりました。わかりました。ではまた明日。